な話。これは伊予の物語。伊予とは人ならざる者の勢をこの世に生み出し、得体の知れぬ猛々しき力と自らが抱える深い恨みを分け与えた般若勢がさらなる力を得る前に、クロードは伊予の成敗を誓う。呪われた兵の力の源は伊予の怒り、そして根の深き怨念。伊予が生きている限り、その兵もたやすく滅びん。油断しておる。伊予を殺めたかに見える。ただの思い違い。殺したのは伊予の傀儡に過ぎなかった。クロードを生け捕りにしろ。罪なき者を捕らえて切り刻み、深く恨み嘆かせることで、伊予の分身たちは勢に力を与えている。あやつら傀儡の命がある限り、兵が息絶えることは決してない。あの日から対馬は我の血肉となった。古来より人は人を贄として生きるほかない。Yeah!
イオの思惑を止める手立ては一つしかない。その魂を食われる前に僧侶たちを救うことだ。我もかつては人であった。だがあの忌まわしき火が全てを変えたのだ。クロードは鳥居を抜けると怪しげな村に出た。その光景に思わず息を呑む。誉れある魂を閉じ込め、イオの糧とすべく畜生のごとく扱っていたのだ。この杖を全て倒さぬ限り捕虜を守りきることはできない。捕虜の体は無事であったが、魂は塔に食われていた。
今捕虜を逃がしても近くの敵に殺されてしまう。縄をほどいてください。主の尽力は水泡にキスだけ。捕虜の魂は救い損ねたが、イオの分身を打ち倒し税を退けた。イオの声はもう届かない。なれどイオは敗れたのか、もしくはすでに他の地へ狙いを定めたのだろうか。